はい、おはようございます。今日は令和3年2021年の、おはようございます、4月の9日金曜日、高知県南国市の上岡でございます。おはようございます。今日も高知県南国市、こちらは天気です。おはようございます。ちょっと怖い。おはようございます。おはようございます。ちょっとねまだ肌寒いです。本山町では昨日かな、一昨日かな、霜注意報も出たということで、あったかくなってきたにゃと思いながらも、まだまだ朝晩寒いですね。風邪ひかんようにあったかくしてください。あと昼間、農業用ハウスの中で仕事される方、汗かいて大変やいう話も聞きました。着替えとかね、持ってもう作業せないかような季節になってきましたでしょうか。おはようございます。今日はですね、昨日ですね、昨日の朝立ちにの動画にですね、コメントいただきました。元素転換についてまた話してくださいという話ありましたんで、今日は元素転換について話していこうかな。元素っていうのはあれですね、水素元素とか、元素ですわ、炭素の元素とかあれですね。ございます。ありがとうございます。一番、核融合とね、核分裂、腐敗と発酵、キーワードとしてはね、こんなものを連想されるんじゃないかと思ったり、まあ、連想せんか、まあすいません、常々ですね、そんなことというか時々そんなこと考えてます。で、今日もね天気で、気温は低いんですけど、太陽のね光があったかくて気持ちがええんですけどね、太陽で何が起こってんのって思ったら、あれ実は水素の塊だそうです。水素ね、原子番号1番の水素ですね、あれが、ヘリウム、風船なんかに入れるね、あれですね、原子記号で言うたら2番目の H、 ん違うヘリウム、ほんまに、そう、H はなんだ、窒素か、 NaCl、 あと CO2H2O H が2で O が1、酸素が1で水素が1、あ、H はそうか、あかん、やばいぞ、上岡しっかりしろ、ちょっとね、いやけど、あれですわ、水素がね、ヘリウムの原子番号は大きいものに変化してるっていうのが、太陽での核融合です。で、核融合から出るね、熱っていうものを利用してというか、地球に住んでる我々は、ありがとうございます、なんとか元気にやってると、なんとか元気じゃいかんだろう、とにかく元気にやってると、そんなところですね。で、で我々の体の中っていうものも、実はたくさんの微生物と共生してるっていうのが本当です。おはようございます。で、毎日日にち1日3回ですね、お腹の微生物に、食べ物を食べてあげて、で、食べ物じゃないわ、微生物に体を作ってもらいゆうっていうのがね、腸内造血説という考え方です。ございます、ございます。やれや、カルシウム取りなさいやとかね、ビタミン取りなさいやとか、肉を食べなさいやとか、おはようございます、おはようございます、おはようございます。いろいろ、まあ栄養説ですね、おはようございます、おはようございます。まあ教育されてきましたですけどね、牛乳飲まないかんとかね、牛
乳飲むと、牛乳とか牛肉食べると、あの食料自給率が下がると、あれ食料自給率のカロリーベースでね、検索してみてください。そんな仕組みになっちゃったがやと、あ、日本ってやっぱり、あの実はあの食料自給率とっても高い国なんじゃないのっていうのがね、なんとなくわかると思います。話がねそれてしまいましたですけれど、で腐敗と発酵をですね、腐るものと発酵するもので腐るっていう作用はね、単純に物質として分解する、炭水化物やったら炭素と水素とおなんだ、というか、まあ、あの腐敗やったらあれですね、あの食べ物だとかお肉だとかが、水とメタンガスと二酸化炭素やったっけ、あんなものに分解されるっていうのが腐敗の作用です。で、まあ、発酵もね腐敗も共に存在せんと、この辺物だらけになって、住むとこないなってしまいますんで、腐敗の作用も大事な作用ですけれども、おはようございます、おはようございます、ですけれども、そうそう、発酵ですね、日本人でなくても発酵か、まあ、食べ物としてね発酵、西洋やったらチーズとかね、パンもそうですね、あれあれ味噌醤油納豆、おはようございます、おはようございます、おはようございます、と、おあとね果物なんかで起こる、発酵ですね、アルコール発酵、おはようございます、おはようございます、あ車だいぶ多いですね今日は金曜日、おはようございます、おはようございます、おはようございます、何しゅうがやろういう怪訝な顔で、見られちゃいますですけどね前か、でその微生物ですね、じゃあ何菌が言ったら、納豆やったら納豆菌言うて言うですけど、お味噌麹カビですかね、やけどたくさんの微生物っていうものがね、よって集まって、共にいろんな仕事して、新しい物質を生み出してしまうっていうのがね、発酵の仕組みです。おはようございます、おはよう、いってらっしゃい、おはようございます、学校も始まりましたですね、で、ラインじゃできねえのは人と人の発酵ですよね。はい、ええ面も悪い面もあるかもしれませんですけど、共に、切磋琢磨したり、ぶつかり合ったりして、いろんな学習したりね、いろんなアイデア生まれたりというのがやっぱり発酵側ですよね。ちょっと心にもないこと言いました、ああ考えれてねとはまあ思いますですけれど、今日一日、今日はね、自分は草刈りです、おはようございます、ちょっと頼まれた仕事もねちょっと一段落したし、晴れが3日続いたのかな、ですし、トラクターでちょっとね畑叩いてって頼まれたり、あとはこれも草刈っとかないかなというのもあったりして、ちょっとね今日は草刈りの一日になろうかと思います。というところで、まあ取り留めもない話、まとまりがないなあかんとは思うがですけど、今日一日楽しんでいきましょう、もっぺん校長グレートにするぜよ、いってらっしゃい。